どうも、ハイインです。本日はですね、山形駅に来ています。今回ね、快速仙山線紅葉号に乗っていきたいと思います。快速仙山線紅葉号はね、仙山線で、まあ、このシーズン、今ちょうど10月の終わりなんですけど、紅葉が見ないということで、まあ、長崎のですね、12系客車を使って ED75 系員で運転されています。もう ED75 だ。
列車は山寺の駅に停車しています。今回の経由機は ED75-757号機、交流専用の機関車なんで、あんまり関東民には馴染みない機関車ですけど、まあ JR 貨物やね、JR 東日本の幅広く持たれている機関車で、 E81 よりもかなり小柄な機関車です。色似てるけどね。そして後ろ12系客車はこれ高崎所属のやつで、普段は SL 水上、そして SL 横川、まあ、この辺に使われている客車です。まあ、これをね、あの貸し出しはよくやってるので、まあ、そんなに西山君は7個の今日1エンドなんだ、いいね。
らい止まるので、撮影タイムでした。こんな感じなんですね。それはね、団子とお茶を一つずつ、そしてタオルとか、あと桜見温泉のパンフレットが入った、袋をもらいました。いいですね、ありがたい。さあ、普通電車の乗客はね、何どんちゃん騒ぎやってんだよこんなところでって感じでみんな見てますけど、あ、モニタリング装置がついてますね。
は仙台ですね。車掌さんに伺い聞いたら12時11分にプシュプルで改装するっていうから、プシュプル見たいな。7号プシュプル見たいな。7号経営の客で初めておったな。天山線80周年の交流電化80周年記念、50周年記念の時に仙山線2年前客で走りましたけど、それ以来ですね。あの時は行けなかったな、めんどくさくて行かなかったと思って。名前の電車をもう一回運転されるかというと、まあ、ないと思うのでこんな風の、高崎のね客車の貸し出し列車に、乗り機会がありましたですね、ぜひ皆さんも、乗ってみてはいかがでしょうか。ただかなりね、倍率は高いですので、まあ、皆さん十字打ちで、まあ、運試し頑張ってください。はい、というわけでね、今回は仙山線公用号の動画でした。非常に楽しかったです。本当にもう乗り鉄という乗り鉄という心をね呼び覚ましてくれましたね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。